真岡市社会福祉協議会会長伊藤義夫様、お願いいたします。それで始まる前から盛大なご声援ありがとうございます。本日は、見上げるところ雲一つない、素晴らしい秋晴れのもとに第28回ふれあいフェスティバルが、このように盛大に開催されまして、誠におめでとうございます。また皆様方には日頃より、地域福祉の充実発展のためにご支援ご協力いただいておりますこと、心から感謝を申し上げるところでございます。今日の、地域社会というものは、大変つながりが、希薄化してきております。またいつどのような災害が起こるか、また、介護とか病気とかいろいろなものがいつ、我が身に降りかかるかわからない、そういう大変不安定な世の中になってきております。先ほど市長も言いましたが、昨年は竜巻が発生する、その前は地震が来る、そういう時にどうしても必要なのがボランティア精神の旺盛な皆様方のお力が必要になってくるわけでございます。そういう中で私ども社会福祉協議会といたしましては、地域福祉活動計画を策定をいたしまして、ボランティア皆様方のお役に立つように、そして、地域福祉の担い手を育む、そういう勉強会等を推進してまいりたいと思っておりますので、これからも、皆様方の、力強いご支援とご協力をお願い申し上げるところでございます。最後になりますが、皆様方のご健勝とご活躍、そして本日のフェスティバルが実り多いものになりますよう、心よりご記念を申し上げまして、ご挨拶といたします。本日は誠におめでとうございます。